岸信夫君。自民党の岸信夫でございます。総理におかれましては、この緊急事態発令の大変お忙しい中、このような時間を作っていただきましたことに感謝を申し上げたいと思います。限られた時間ですので、簡潔にご質問させていただきます。冒頭、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた皆様に対しまして、心よりご冥福をお祈り申し上げます。また最前線で国民の命、健康を守るために日夜奮闘されている医療従事者の皆様をはじめ、この事態に立ち向かうすべての国民の皆さんのご努力に敬意を表したいと思います。これまで例のない危機管理上の重大課題に対し、政府は水際対策、まん延防止、医療提供等について総力を挙げて策を講じてこられました。自民党としても、感染防止、感染拡大防止のための提言を行うほか、未曾有の国難に対し、命を守り、生活を守るため、緊急経済対策への提言を行ってきたところであります。さて、総理は国民の命と生活を守ることを最優先に、強力なリーダーシップを取ってこられましたが、今日、緊急事態宣言を発令されるにあたって、どのようなお考えにより決断されたのか、3月14日に新型インフルエンザ等対策特措法が改正施行されて以来、今月2日には現状について、瀬戸際の状態が続いているとし、必要なら躊躇なく決断し、実行すると述べておられますが、なぜ本日の決断になったのかということも含めてお伺いをしたいと思います。また、期間を1ヶ月程度の期間を目安とされたことについても、併せてお伺いをいたしたいと思います。よろしくお願いします。安倍内閣総理大臣。特措法が改正されて以来、瀬戸際状況の中で、なんとか持ちこたえているという状況、そういう状況の中において、高度な緊張感を持ちながら、同時に、いざというときに対応できるような準備を進めつつ、昨日に至ったわけでございますが、昨日、諮問委員会の尾身会長より、東京都や大阪府など、都市部を中心に累積感染者数が増加していること、累積感染者数が2倍になるまでに要する日数が7日未満と短くなっていることから、感染者数のさらなる急増の危険があること、こうした状況により、都市部を中心として、すでに地域の医療提供体制が逼迫している状況にあり、今後、さらにこれが悪化する恐れがあることなどを踏まえ、緊急事態宣言の準備を進めるべきとのご意見をいただいたところであります。これを受けて本日、諮問委員会を開催し、専門家の意見も聞きつつ、全国的かつ急速な蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある状況に立ったと判断し、緊急事態宣言を行うこととしたものであります。また、宣言発出にあたっては、感染者の受け入れ対策や緊急事態措置に対する国民の理解推進など、いたずらに混乱を招くことのないよう、周到な準備が必要であることも事実であり、こうした点を総合的に勘案し、本日の判断に至ったものであります。緊急事態宣言の期間については、外出自粛の徹底等の取り組み効果を確認するためには、潜伏期間なども考慮すると、1か月は必要であり、専門家の意見を聞いて定めたものであります。岸君、はい、ありがとうございました。以上です。次に枝野幸男君。